耳なし君、君の好きな、じゃあ納豆あげようかな。はい、じゃあね、耳なし君、納豆でもどうぞ食べてください。耳なし君ね、ハムスターなのに納豆が好きなんですよ。ほら、納豆置いたよ。あ、女も出てきた。この女もね、耳なし君と一緒に暮らしてるせいか納豆が大好き。納豆なんかよく食うね、あんたたちね。ハムスター納豆とかよ、全然いいよ。ほら、耳なし君、ほら、こっちこっちこっちだよ、こっち。ほら、ほら、こっちに納豆あるよ。ほら、君もほら、こんなの。ほら、納豆好きなんだよね。納豆食うと手が後でベタベタになっちゃうでしょ。あらあら、よう食べんね、納豆なんかね。この納豆はね、人間も好き嫌いがあるけど、ハムスターも好き嫌いが激しくて、好きなハムスターはめちゃめちゃ食うんだけど、こうやってね、あの、食べないハムスターは全く食べません。耳なし君は好きだよね、どっちかって。あ、今日食べないね。で、耳なし君今日食べないね。あら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 、あんなに食べちゃったよ。はい、もうこれ出しとくよ。ほら、ベタベタになっちゃうからね。よう食べまんね、君たち、納豆なんかね。